スノーマン、滝沢歌舞伎神ファンサ、ミズキュートン、豪華ステージ熱烈リポ。スノーマンが主演、演出を務める舞台、滝沢歌舞伎セロファイナルが、ついに開幕。18年もの歴史を持つ、滝沢歌舞伎という一大シリーズの、大詰めにふさわしい、華やかで、愛にあふれた、公演の様子を、リポート。まさに、集大成という言葉がふさわしい公演だった。オープニングは、 大量の桜吹雪が舞う中歌い踊る、ひらりと桜。幕が上がると、スノーマンメンバーたちが、ゼロという文字が記された大階段に乗り、迫力ある登場を果たす。その勢いのまま、春の踊り、イニシエと曲が続くが、この流れは、滝沢秀明氏が主演していた頃の定石だった。佐久間大輔、30、が、このオープニングは、絶対にやりたいって、 9人全員の意見が一致したと語るように優秀の美を飾るためには譲れない演出だったよう。その後も緊迫感のある盾や大迫力の腹筋外鼓など滝沢歌舞伎を代表する演目が続いた。